өкөкчө харда.
妖子の大義を解くそうだと試練の目が。お助けを。猛虎を称えておったな。さぞ褒美が良いのであろう。断れば殺されるだけ。今は守り手の弟だけが頼りです。ノリオを知っておるのか。戦支度をしております。お連れいたしましょう。急げ。さあこちらです。あれはノリオが知ってのことか。杉寺を奪い返すまで猛虎に疑われぬよう従うふりをしようと。あやつが言ったのか。ええ、あなたを手本にしたと聞いています。クロード様から学んだことをよく話していますよ。道中様、なぜお戻りに。クロード様です。ノリオは港中におります。猛虎の気を引け。そして小勢を両脇に送り込む。火を隠れ蓑にするのだ。この悲しみをいかにして乗り越えればいい。酒井様、皆の者、酒井様とお話をしてまいる。よく来てくれました。こちらへ。杉寺を奪い返すつもりらしいな。稽古を積みました。十分なほど。見知った顔がおったぞ。赤島の者です。櫛寺にも使いを送りましたが誰も来ておりません。あんなことがあってはな。櫛寺なしでも杉寺は奪えます。あやつらが戦えると思うか。我らでこと足ります。ならばなぜ巻き込む。杉寺を奪えば戦に加わったおのおのが島中に話を広める希望の使いとなれます。それは我らではできぬこと。皆の力で勝たなければなりません。いつ攻め入るのだ。夜明けに仕掛けます。クロードと共に杉寺へ参ろう。兼太の木はお仲間だけで取り戻したのですよね。心もとなく思いましたか。死の恐怖とは痛みや知らぬ者への恐れでしかないと学んだ。僧兵も同じように考えます。特に兄は里い方だったのだな。兄にもいてもらいたかった。そばにおるはずだ。皆に好かれておるのだな。兄の七光です。杉寺に攻め入るわけも知っていますし。ここの民は多方者だ。街道を外れましょう。こちらへ。寺は杉林の向こうです。
僧は捕虜にされておるのか。いえ、すぐには殺されないよう猛虎に従わせています。考えたな。間もなくです。息を吸え。止めたままでは戦えんぞ。わかりました。我らも長い付き合いになるからな。ノリオ、クロード様、急ぎ駆けつけました。櫛寺が味方とは心強い。杉寺と明石は櫛が一つにまとまりました。山門から攻めるのか。はい、その隙に両脇から敵を囲みます。俺はどうする。あなたは策に構わず思うままに戦ってください。みんな離れずについてきてくれ。Shoot!
サーカイ様。寺を取り戻したな。ここで暮らしていた時は兄も方針も住職も生きておりました。今日からまたやり直せばよい。本堂へ行きましょう。何か盗まれていないか確かめなくては。さあこちらです。酒井様。どうした。この中に入ってはなりません。何があるというのです。いかなる害を受けても失うわけではありません。外側は無事のようですね。何も盗まれていないじゃないか。兄さん。の。牢から連れて行かれた時、てっきり。モコに全て教えれば、お前だけは逃がすと言われて。俺は生きてるよ。傷一つない。住職のことを言ってしまった。方針、串寺、赤島も構うものか。ずっと耐えてきた。会いたくてな。こんな姿で生きられない。生きてくれ。ノリを頼む。やれ。酒井様、よろしいですか。ああ。ハーチュという名だそうです。そいつが兄を生きたまま焼き、手足を切り落としました。ハーチュとやらは死んだのか。まだ生きています。ノリオ、兄君は守り手らしく勇ましく死んだ。どこがです。ハーチュの所在は私が突き止めます。その後手を貸してください。いいだろう。雪が止んだら兄を弔います。
ても結構です。より頑丈になりました。坂井様、いかがなさいました？ノリオを探しておる。どこだ？炎上の遺灰を墓へ持って行きました。南の山の上です。探してみよう。助かった。尋常に勝負。
アレクボチッチ。エルテンバイガヨエンハルクコイズバイガヨガムチャッチエクタバトガムチタオイウドウケクチャハルタアワクイヤツミッチオッツェルニ逃がしてやる。おかげで助かりました。安全なところへ。抜かるでないぞ。どうぞこちらをお受け取りください。
走れ、飛ぶ。兄の炎上は寺にこもるよりも山野で過ごすことを好みました。あの猛虎の百個鳥ハーチは見つかったのか。この近くの砦にいます。ノリオ、杉寺を束ねられるのはお主だけ。考えたくありません。敵討ちは僧の務めではないぞ。そうである前に弟なのです。ならば手を貸そう。一人で行くな。お望みなら。ハーチはどこだ。小児砦に。そやつで間違いないのだな。ええ、探し出して慈悲を壊せます。聞く耳は持ちませんが。もし立場が逆であれば、炎上は敵討ちを控えるように思う。つまり私が死に、兄が生きていたらということですか。その方が良かったのに。俺が代わりに切ろう。杉寺へ戻れ。とうに決めたことです。だが同じ鉄を踏むなよ。あなたと同じ鉄を。この戦で変わってしまった大勢の鉄だ。その鉄ならすでに踏みました。この先で小児砦を見渡せます。あなたに教わったことを生かしてハーチを追いました。人相はわかるか。その辺の猛虎と同じ人殺しの顔です。機会は一度しかないぞ。一目見ればわかります。では見つけたら迷わず切り伏せろ。犬め、ここから離れろ。ノリオ、腹が減ってるだけなんです。どうか命だけは。ノリオ、ただの野党だ。それでも今は許せなかったのです。少しは懲りたでしょう。進めば浄土に往生し、引けば地獄に沈むのみ。今のは兄がこの薙刀に刻んだ言葉です。櫛寺を賊どもの手から守った後に。守り手になった時か。炎上の苦しみは計りがたいが、お主に会うため耐えたのだ。兄は最後にこうつぶやきました。間違っていたと。何がだ。わかりません。ハーチュに最後の言葉はない。苦痛の叫びだけだ。休んでおいた方がいい。明日のために。そうしましょう。少しでも力を養っておかないと。ノリオ、どこだ。ノリオが見かけた時は祈りが届いたと思ったのですが。杉寺へ戻れ。あとは任せろ。これは地獄のようなありさまだ。誰の所業だ。ノリオです。正気を失ったようで。勇気があるのか。燃えろ。
その罪ごと燃えろ人殺しめ。怒りで薙刀を振ることはないと申したであろう。クロードと同じことをしたのです。おかげでハーチは死にました。杉寺の山門はもう開けません。この汚れた手では。どこへ行く？わかりません。火をつけた時、奴はまだ生きていました。私は叫び声を聞きながら喜びに包まれた。猛虎と同じです。もはやそうではない。やすやすと諦めるな。この島は未練や叶わぬ約束ばかりだ。だが守らねばならん。お主は杉寺最後の僧兵であろう。こんなこともしたんだ。かつての私には戻れません。元に戻れとは言っておらん。お主が信じた道からそれず進んでほしい。ありがとう、酒井様。杉寺で待っておるぞ。